吉田さん、映像コンテンツね、様々あるんですけども、私がね、これはなんだと思ったのが、女子陸上とかなんですよ。よくね、中学生とか、場合によっては小学生とか、高校生が、競技場で、なんかこう、市区町村対抗の試合とかをやってるんですよね。まあもちろん運動部の、そういったステージっていうのは花形でしょうから、ものすごくね、期待をかけて応援してる方とか、それからご本人さん、ご家族の方とか、会場は本当にスカスカで全然お客さん入んないんですけども、まあ、頑張ってらっしゃるところがあると思うんですよね。でそこの競技をしてるところを映してるだけみたいなのがものすごくアクセスを高めているのに気づいてですね、これなんでなのかなと思ったら、まあ、いわゆるねユニフォームを着て頑張ってる女の子たちを、まあ、いわゆるこういかがわしい視点で見てる人もいるわけなんですよ。でも傍目にはただ頑張って競技してるだけなんですよ。でそこの会場には本当まばらにしか関係者がいないんで、全然盛り上がりがないっていうか人が入んないんですよね。でも人が入り始めてカメラシャッター構えたりとかすると、最初はね、あ、なんか注目されたのかなと思って気分よくやってるんですけども、その映像コンテンツの見せ方とかテロップとか切り抜き方とかつなげ方がどうもなんかね、期待してる競技に注目してるわけじゃないので、なんだかこうカメラマンは入場禁止とかね、それからパトロールが「あなたは何をしに来てるんですか?」とか聞いたりとかして、なんかだんだん形が変わってきたかなっていうところなんですよ。いや私はね、だからね、運動競技ね、そもそもの男子と女子がいて、ちょっと女子のユニフォームってなんだかちょっとねセクシーすぎると思うんですよ。いや正味ね。でそんな格好で競技しないとできないんだったら、じゃあ男子の競技ってのは別にそんな肌を露出してるものはないわけですから、女の子のね、例えば短距離走とか水着みたいなんで走ってたりとか、もうビキニみたいなわけなんですよ。お腹出したりとかね。でユニフォームを考えたやつのことを何とかしろよと思っちゃったりするわけなんですけども、そういったコンテンツ、動画コンテンツがアクセスを集めてる事実もあったりとかね。で、それもだんだん YouTube から排除される方向に来たりとか、普通の体育祭っていうかね、運動競技が YouTube で NG 食らうみたいな、そんな価値観になってきたりとかね。確かに性的な視点で見れないことはないんですけども、まあ、所詮遠くから望遠レンズで撮ったやつですからね、ものすごく苦しいと思うんですよ。そういう視点ばかり追いかけるのも、どうなんですかね、なんかキャンペーンギャルっているじゃないですか。モーターショーとかで水着の女の子がなんか知らないこの傘みたいなんで立ってるみたいなね。そしたら車なんて全然撮影せずに女の子ばっかり撮影するカメラマンもいるんですけども、別にそれは全然ねまあ禁じられたりとかしてないんですけどね。まあなんかそんなことをちょっと思い出しましたね。体育競技を性的な視点で見る人もいると。でもそうじゃなくって、ただ応援に来てるそういった体育競技、運動競技ファンの方もいるみたいなね。まあ、私なんてアイドルさんの支援活動とかもしていてステージ作っていたんですけども、まあ確かにね、際どいところを取りに来てる人もいたと思うんですけども、まあでもね、それを考えて衣装とか作られてますんで、どちらかというとアイドルさんの活動の方が、なんかコントロールできてるかなっていうところはありますね。衣装を自分で決めれますからね。でも陸上競技って衣装は指定の衣装なんですよ。だからなんか体育運営委員会かなんか知らないですけども、お前らが何考えてんだと思っちゃうんですけどね。はい、じゃあまあそんなとこですか。映像コンテンツ様々あるよねってことでございます。お疲れ様です。